はい、ハノイリビングの田口です。今私は、シプチャーに来てます。シプチャー、はい、ハノイ市内からずっと北の方にね行った、ニャッタン橋を越える手前のね、あの川のちょっと内側ですけども、広いね分譲地が広がってます。気持ちいいね。もうここは完全に貸して、買って人に貸すというよりも、もうあの買った方が住むというね、そういうあの居住用の、まあ、物件って言いますかね、そういうところではないかなと思います。はい、まあ、あのこんだけの広大な敷地とで、まあ、簡単にねその外部の人がこう入ってこれないような、それぞれの門にちゃんとこう門番と言いますかね、ああいうふうにこう座ってる方がいますけど、そういう方々がいててちゃんとチェックをしますね。なんで、まあ、完全に守られているセキュリティの、まあ、あのしっかりとした分譲地です。はい、でちょうどねここにね、ザリンクっていうねシリーズ、一番今あのシプチャの中でも新しい分譲マンションですね。もう古いのは10年以上前からね建ち始めて、はい、ここもねずっと開発が進んできて、徐々にね完成していって、まだまだ広がってるんですけども、はい、ここのねザリンクの一番新しい分譲物件、ザリンク12345棟あるんですけど、はい、そのナンバー5、今年できたばっかりの一番新しい、まあ、部屋をね、マンションの部屋を買っていただいたお客様がいます。弊社のお客様でね、今日無事にまあ、お支払いも終わりまして、鍵のお引き渡しですね、はい、全体の 95% までお支払いをしてもらいました。残り 5% はレッドブックですね、とはご自身の権利書、国が認めたあなたのものですよという証明書、それを国から発給を受けて残りの 5% を払い、はい、その 95% もすでに振り込み済みのお客様が今日鍵の引き渡しを受けにこちらに来てます。はい、その立ち会いでね、私たちも今仲介会社として、まあお手伝いしてるんですけど、はい、せっかくなんでね、今日ねここ買っていただいたお客様、いろいろ一連のやり取りをしてね、分かりました、いろんなね、はい、なんで、まあ2軒目3軒目というか、まあ、もしお客様で居住用のね家を探してるんですよと、はい、まあ、もちろん買ってシプチャー中でも人に貸してる方々いっぱいいるんですけども、はい、もちろん賃貸に出しても結構ですし、まあ、どん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 広がってる物件でね、おそらくこれからメトロなんかも伸びて、もう川の向こう、ノイワイ空港の方でね、もしくはタンロン湾の工業団地とか、あの辺りにずっと街が広がっていくと思うんですよね。はい、その手前のこの川の内側のこのシプチャーという街も、これからはねどんどん価値が上がっていくと思います。はい、ハノイっていう市がね、ハノイがこうどんどん郊外に広がっていく流れで、ずっと昔から、はい、ハノイの中で存在感をね出してたこのシプチャーの価値もね上がっていくと思うんですよね。はい、こんな、まあすごく住むのにはとても緑が多くて安全で守られている分譲地のご紹介を今してます。はい、まあ、ちょっとレセプションがねどんな感じか見てもらいましょうかね。はい、まあ、ここが契約を取り交わすときに皆さんいらっしゃるところで、今回ご紹介させてもらったのがザ・リンク345ですね。はい、ここの5、一番新しいタイプの部屋をご紹介させてもらいました。はい、まあ、シプチャーのね歴史をたどればここに書いてますけど、1994年からインドネシアとね、ベトナムがね一緒に共同で、どんだけのヘクタールの広さがあるかちょっと分かりませんが、はい、今ずっとね順番に広げていってますね。はい、もう一番ずっと開発が進んできたマンションとビラがねこうやって共存してるんですよね。ザリンクって言ってるのは一番手前のこの辺りなんですよね。はい、向こうの端からこう開発が進んでどん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 こっちに伸びてきて、ファンバンドンですね、ファンバンドン、今この一番手前の道、はい、これまっすぐ行くと川越えて、まっすぐ行くとタンロン湾の工業団地、もしくはその先に行くとノイバイ空港ですけど、ちょっとこの道が混むこともあってね、インドチャイナプラザ、ね、そこまで高速が伸びてそこから降りたんですけど、インドチャイナからずっとまだ高速を伸ばして伸ばして、ここまで伸ばしても川の手前まで伸ばしてるんですね。それが大成建設さんと、東洋建設さんかな、はい、が、まあ、今 ODA で、日本の ODA でやってるんですよね。はい、
ちょっと間違ってるかもしれませんね。すいません。はい、であとね、こういう、まあ、ザ・シプチャーハノイモール、早くできてほしいんですけども、まだちょっとね、4、5年かかるかなと。まあ、かなり大きなショッピングモールがこの中にできると、はい、いう話ももちろんあります。はい、まあね、どん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 こう街がこう拡張していってる中で、はい、一番新しい物件なんですけど、もしね、買ってみようかなと、はい、買ってもいいかなと思ってる方がいらっしゃれば、あのハノイリビングまでお問い合わせをしてください。ご紹介できます。はい、ここは入れないかですね。まあ、あのいろんなもう住むための商業施設含め、まあ、居住環境的にはすごくおすすめできる物件で、はい、あのごちゃごちゃしている街中に、ニョキニョキ立っているマンションではなくて、はい、もう実際にシプチャーという一つのブランドが、ね、完成されていて、この中にも日本人の方いっぱい住んでますね。はい、中にユナイテッドあのインターナショナル、まあ、ユニスっていう、ね、国連学校がありましてね、インターナショナルスクール、そこに通う方々もね、世界各国から来るんですけど、大体このシプチャの中に住んでますし、で、ユニスで教える先生方なんかもね、はい、あのこの中に住んでらっしゃいます。はい、まあ、向こうもね、今建築中でね、また新しいマンションが建つんでしょうけども、まあ、どん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 広がっていってる、はい、街ですね。はい、どうでしょう。まあ、マンションを買いたいよという方であれば、まあ、シプチャーっていうね、価値を下支えするブランドの上に乗っかってる、マンションですね。そういったものをご紹介できると思うんで、まあ、相場であったり、これからどうなるのかとかね、はい、今いくらぐらいで売ってますかとか、貸せばいくらぐらいで貸せますかとか、多分そういうのは、お聞きになりたいという方いらっしゃると思うので、どんどんお気兼ねなく、ハノイリビングまでお問い合わせしてください。以上、レポート終わります。はい、シプチャーの、まあ、会議場といいますかね、打ち合わせスペースがあって、この中にね、このシプチャーで今売られている分譲物件のモデルハウスなんですね。まあ、ちょっとねどんな感じかね、撮ってみたいと思います。はい、3ベッドルーム107平米、3ベッドルーム107平米のお部屋。はい、こんな感じ。まあ、かなりちょっと化粧してますからね、はい、ここまでケバケバすることはないんでしょうけども、はい、ここがリビングダイニングがあって、ちょっとまず撮っていきましょうね。角にこういうコーナーに、はい、ガラスでこうはめ込んで明るくしてると。入り口入ってまずこんなイメージなんですよね、リビングダイニング。キッチンが、ここにドンとこう、ちょっとクローズ型で入ってて、広いですよね、キッチンがね。はい、こちらが調理スペース、収納スペースがあって、裏側は、はい、これガス入れてますかね。で、いろんな、まあ、調理器具、はい、テーブルはこう上下というか前と後ろに挟んであって、で、ここに、洗濯機スペース、洗濯機置いて、乾燥させるスペースがあると、はい、バルコニーなんかもちょっとついていますよっていう、こういうスペースがキッチン、広いですね。はい、キッチン広いです。うん、キッチンシンクがこんな感じで、ガスがあってね、IH にしてもいいんでしょうけど、まあ、なんかここはガスを、まあ、出してきてますけど、別に IH にしても、基本的にはお客様、買ったお客様は、まあ、こんなのは自由に作って入れていくんですよね。もともとから入っていないんですよ、実は。ガラーンとしてて、床はこういうフローリングとかタイルとか貼ってますが、こういった細かいね、天井に組み込まれてる電気とか電球、でエアコン、これ全部お客様がつけなきゃいけないんですよね。はい、なので、まあ、電気屋さんで電気を買って、で取り付けもやってくれというような形でお願いをすると。はい、3ベッドルームですね。これがメインベッドルーム。はい、メインのベッドルームですね。はい、まあ、綺麗にしてますけどね。当然、綺麗なモデルですから。はい、でバルコニーがついてる。まあ、これ1階ですけども、はい、当然、30数階までありますから、はい、まだね、実は空いてる部屋があって選べるんですよね。はい、ちょうどコロナの2020年3月、4月、5月、今6月ですけども、コロナの関係でちょっとね、やっぱりね、通常の売れ行きよりもこう落ちてるので、まだ奇跡的に空いてるって言いますかね、そういう物件なので、今回も一人
弊社のお客様で買っていただきましたので、大体どういうふうな流れになるかは全て把握してますので、はい、皆様にご紹介することはできるかなと思います。はい、エアコンももうこうね、自分でつけなきゃいけませんね。でこの横にあるのがサブベッドルームですね。サブベッドルーム、はい、これぐらいの広さ、6畳あるかな、 4畳半、5畳ぐらいかな、ちょっと狭いですけども、はい、こんなスペースがありますね。エアコンがあって、ちょっとしたスペースがこう引っ込んでますね。ここはまあ窓だけですね。バルコニーはありません。はい、まあね、壁こういうね、衣装的にこうなんかこう石をはめ込んだり、まあ、これはお客様次第ですけど、基本的にはこう塗り壁、白い塗り壁になっている、はい、のが基本の引き渡しですね。はい、こういう電気とかは全部つけなければいけません。テレビがここにはないんですよね。普通はこの辺にテレビを置くのかな。テレビのコンセントもいっぱいありますんで、そこは大丈夫です。いっぱいとかないですけどね、何箇所かありますんで選べます。でリビングに一番近い、はい、洗面お手洗いですね。洗面お手洗いで、グラスシャワーがあって窓もついてますね。はい、こういう3ベッドルームですけども、2バスルームですね。2バスルーム、1つはリビングに近いここと、さっき見ましたね、はい、メインベッドルームに通じるバスルームと2つあります。はい、でキッチンを、まあ、挟んで、キッチンを挟んで入り口の方に、入り口広いですよね。で入り口の際にもう一つ、はい、ちょっとこれはね、すごいかなりこういっぱい棚とか置いてちょっとケバケバしいんですけども、ここにベッドを入れるなりして、ここも部屋にすると、もしくは執務作りですね、はい、勉強部屋というか仕事部屋にしていただいても結構、はい、まあまあそれはお客様、買ったお客様のね、家族構成に合わせて、はい、どんな風にやればいいかっていうね、はい、決めればいいかなと。この間取り、これが107平米ですね。107平米の3ベッドルーム。これは何平米、1,2,3,4 ベッドあるのかな。146平米の、専有面積146平米。ちょっと撮ってみましょうか。かなり広い。入り口入ってこんな感じ、はい、入り口広いですね。はい、レセプションというような感じ、はい、ダイニングテーブルがあって、この奥にドーンとリビングが広がっている。146平米ですね。はい、ちょっと誰かね、人がいますけどね、関係なく。キッチンが広いですよね。こんな感じです。はい、ここも三つ口のガスかな、ガスがあって、2口のキッチンシンクがあって、まあキッチン台がね、でかい。ここに冷蔵庫が来るんじゃないかなと思いますね。冷蔵庫、棚もね、こうやってご自身で作って、これも全部ね、家具入れなきゃいけないですね。はい、ここが洗濯スペース、まだ何もありませんけども、洗濯スペース、はい、じゃあ、はい、リビングがこんな感じですね。テレビ入れてませんね。まあもちろんテレビは入りますが、おお、リビングのここに部屋があると。まずこんな感じ、はい、リビングがあって、リビングの向こう側にも部屋、こちら側にも部屋、はい、子供部屋でしょうかね、はい、まあちっちゃな部屋、ちっちゃいってことないか、結構広いですよね。まあ壁の絵とかはね、これはちょっとやりすぎですけど、はい、子供さんの部屋だよということをちょっとアピールされてますね。はい、でリビングを挟んでもう一個、まあここ女の子の部屋にしてんのかな、はい、こんな方の部屋、146平米だから、まあ広いですよね。広いです、はい、広いですね。こんな感じです。はい、でここに1つ2つ、はい、あって、でもう1つ、ここの奥、これがメインベッドかな。うわ、ひどいですね。これがメインベッドルームですね。ご夫婦の部屋、はい、ちょっとかなりね、中華っぽいんですけどもね、衣装的な感じが、はい、こうあってね、両サイドにキャビネットがあって、
はい、エアコンがあって、ね、緩やかにこう仕切りを入れた向こうがちょっとしたご夫婦の語らいの部屋っていうんでしょうかねリビングでいいんじゃないかなと思いますけどもね、こんなタイプの部屋があります。はい、146平米の4ベッドルーム。あともう一つどこでしょう。メインベッドルームに通じるバスルームですね。はい、湿気を飛ばす窓もちゃんとついてます。まあ、シャワーカーテンとか細かいですけどもね、もちろん、買ったお客様がつけていただくということになります。はい、ここにもグラスシャワーがありますね。グラスシャワー、うん、まあ、リビングに近い、リビングとダイニングはちょっとねこうにじ出るような感じでね、はい、あるという感じ。おうおう、これが玄関、ひどいですね。玄関受付スペースがね、ソファーがあるっていうかね、おかしいな。3ベッドルームしかないぞ。部屋が1つ、あ、これ3ベッドルームですね。2つ、3つ、ごめんなさい、4ベッドじゃありませんね。はい、3つの部屋。だけど146なんで、まあ広い。広いですね。はい、146の3ベッドは広いですね。はい、こんなタイプの、まあ、一番広いタイプかもしれませんね。キッチンが前と後ろでね、こんだけ作業場があるっていうのはすごいですよね。はい、入り口があると、まあ、こんな、まあ、もちろんモデルルームなんでね、はい、これでもかっていうぐらい綺麗に、作ってるんで、まあまあこれはこれとして、はい、こんな感じの部屋が、まあ、ちゃんと中にありますと。ただ買った時はガラーンとね、白い壁と床はもうできてます。床と壁はできてます。あと電気とかエアコンとか洗濯機とか冷蔵庫とかキッチン全部お客様 の、まあ、ご負担で入れていただかなきゃいけないということなんですよね。はい、どうでしょうか。まあ、部屋 の ご紹介ですね。